はい。どうも、そう、こんにちは。ゆずこです。それでは今回なんですけども、J コインペイ冬の大感謝祭、毎日お得、家族や友達を紹介、お年玉など3つのキャンペーンを解説ということで、今回は水穂銀行が提供するスマホ決済 J コインペイのキャンペーンについてお伝えしていこうと思います。このキャンペーン自体は誰でも簡単に参加することができますので、ぜひ最後まで楽しんでいただければなと思います。それでは、行ってみましょう。 ということで、今回お伝えさせていただくキャンペーンこちらですね。j コイン初めて嬉しい。使って嬉しい。冬の三大感謝祭ということで、今回はこの j コインペ p で3つキャンペーンが紹介されます。まあ、j コインペイというのはですね、先ほどもタイトルでお伝えしたように、三ずほ銀行が提供するスマホ決済となっております。まあ、僕の動画でも1回だけ取り上げたことがありますね。 で、今回のこのキャンペーンの期間なんですけども、12月の28日の月曜日からスタートしまして、2021年の1月の31日日曜日までの結構長いキャンペーンとなっております。今回のキャンペーンですね、大きく3つに分かれております。上から順に見ていきましょう。まず1つ目はこちら、毎日お得お買い物キャンペーンということですねで。こちらのキャンペーンなんですけども、内容としたら、キャンペーンの期間中に1回当たり100円以上のお支払いにつきに50円をプレゼントしますということですね。1日1回まで なんですけどもこの J コインペイというスマホ決済を使ってお買い物をすれば毎日なんと50円がもらえるということになりますで、キャンペーンの流れなんですけども期間中にこの J コインペイで支払いに利用すると で、1回あたり100円以上のお支払いにつき50円がプレゼントされるということで、このプレゼントされるタイミングっていうのが下にも書いてる通り、キャンペーン終了後30日以内に J コインペイにプレゼントしますということになっております。で、まあ実際にですね、ちょっと単純計算してみたいと思うんですけども、今回この動画をアップしているのが12月29日火曜日、そしてそこから期間が終了する1月の31日、ここまででトータルで34日間あるとして計算をします。 で、1日にですね、100円利用で50円分がキャッシュバックされるということで、まあ、これはね、期間中に毎日利用した場合ですね、34日間利用した場合、まあ、単純計算で実質1700円分がキャッシュバックされるということになります。 ま、この J コインペイのいいところってのは、ま、いろいろあるんですけども、今回このキャッシュバックされるのが、この1700円普通に現金として戻ってくるので、ま、連携している口座とかに、ま、そのまま出金をかけて現金としてまた使うこともできますので、ま、そこは結構いいところなのかなと思います。何かしらのポイントとかではないので、そこら辺が結構 J コインペイのかなり大きなメリットなのかなと思います。で、ちなみになんですけども、その J コインペイどこで使えるのっていうことなんですが、ま、一部だけ出しておくと、スーパーマーケットであれば、ま、サミット ちょっと僕が住んでるところにはないんですけども、サミットというところであったりとか、コンビニは、えー、セイコーマートとか、あと、キオスクファミリーマート、ミニストップも使えますね。まあ、なので、まあ一番これを見る限りは、ファミリーマートが多いかなと思うんで、そこら辺でまあ100円ぐらいで決済すれば、50円戻ってくると。これを毎日すれば、実質1700円分がしっかりと戻ってくるということになります。J コインペイ修行みたいなもんですね。ちなみにドラッグストアはざっとこんな感じとなってます。ここからファインとか、あと、杉薬局とか、あと、ダイレックス ってここは結構ディスカウントしそうなので僕も好きですね。あとウェルシア薬局とかそういったところでも使えます。なのでもう本当にもちろん100円だけじゃなくてもいいんですけども、まあ、100円ぐらいで収めたい時はこういったところで利用するのがいいかなという感じですかね。 続きまして二つ目のキャンペーン、友達も家族もご紹介キャンペーンということですね。これちょっと以前開催されてたキャンペーンに似てますね。内容としたらこちら。本キャンペーン期間中に J コインペイをご利用中のお客様が、新規のお客様にご紹介いただくことで、すでにご利用中のお客様へ500円、新規のお客様へ500円をプレゼントしますということで、まあ僕が例えば誰かに紹介した場合、まあ、相手の方にも500円入るし、僕にも500円が入るという、 仕組みとととなっっっててておりますすそれぞれれれぞののももらうう側側受けけ取るるいががちょっと分かれてるんですけども流れが例えばこれを J コインペイを誰かに紹介する側ですね。まず最初一番目に、まだ J コインペイを登録されてない方に、招待コードとともに、例えば LINE とかでも紹介することができます。で、その後に紹介された方が、アプリのダウンロードを行って、会員登録まで完了して、招待コードをしっかりと登録すると、紹介された方に500円がまずここで送られます。で、その後に紹介された方が500円を受け取ると、そしたら紹介 した自分ににもも500円がらえるという流れなりますずっとずっとですね紹介した上で500円がもらえるというわけではなくてしっかりと上限も決まっておりますご利用中のお客様1人当たり最大5名まで新規のお客様を紹介するとプレゼントを受け取ることができますということですので、まあ、単純計算で500円かけることの5人ということで最大2500円までもらうことができるということになっております で、これ先ほどもお伝えしたように、まあ、この2500円が入ったとしても、J コインペイでお買い物できますし、また出勤もかけることができたりします。で、続きまして、この J コインペイを紹介してもらった方ですね。まあ、紹介してもらう側ということで、まず最初に紹介してもらった方は、アプリのダウンロードと会員情報の登録をまず行ってください。で、その後に、一緒にですね、送ってきてもらった招待コードを登録をします。 そうすると、自分自身に500円が届いて、で、相手の方にも500円が届くという流れになります。結構至ってシンプルですね。 紹介してもらって、もろもろの登録を行って、招待コードも登録すると。そしたら500円がもらえますよという流れになっております。で、最後3番目ですね。お年玉を送ろうキャンペーンということで、内容としたらこちらとなっております。本キャンペーン期間中、ご家族やお友達に1回1000円以上の送金をした方に200円プレゼントしますということで、まあこれはね、ほんと J コインペイを普段から使っている方とかであれば結構すんなりと行くのかなと思います。今回条件となるのは、キャンペーン期間中に1000円以上の送金を 金をした方ということになるのでそれ以下の金額の場合はまあ、このキャンペーン分の200円がもらうことができませんので気をつけてください。 まあ、なかなかね、ちょっと J コインペを使ってる方ってまあ少ないとは思うんですけども、まあ、これ結構家族とか身近な方とかでサクサクってやるのが一番いいかなという感じですかね。で、キャンペーンの流れはこんな感じとなってます。まず最初にご家族であったりとか、お友達にキャンペーン期間中に1000以上を J コインペを使って送金をすると。で、送金した方に200円プレゼントしますということですので、で、もらえる日程としたら下にも出てるように、キャンペーン終了後30日以内に J コインペにプレゼントしますということになっております。でですね、僕も早速なんです ですけどもこの毎日お得お買い物キャンペーンに参加してきましたので、まあ、ちょっと参考にしていただければと思います。めちゃくちゃシンプルで簡単です。まぁ、あ、今回はね、J コインペイン800年ぶりぐらいに使うので、未だにちょっと残高0円なんですけども、早速チャージをしていこうと思います。ここのチャージというところタップして、あっちなみにですね、チャージを行う際にはみずほ銀行であったりとか、一部の地方銀行しか使えませんので気をつけてください。 で、僕の場合、試しに1000円を入れて、ここに J コインペンにチャージするという項目があるので、ここをタップしてください。そしたらですね、バッチリと1000円がす,かすぐに反映されました。で、今回利用させていただくのは、一番もう近いところでファミリーマートがあったので、そこを利用してみます。で、店内に入りまして、ファミリーマートの、ま、一部の商品の中で、 こんな感じに1点につき30ポイントみたいな感じのポイントアップみたいな商品があったので、今回はちょっとそれを狙ってきました。まあ今出てる5ミニ 100ml のものですね。これ税込み113円のものこれを購入してきました。で、レジに行く際に、まあ J コインペイの支払う項目を提示するんですけども、店員さんにまあお伝えするときに J コインペイでお願いしますって言ったら、 んみたいな感じのことを言われることが絶対あると思うので、普通に、あ、QR コード決済でお願いしますみたいな感じにお伝えすればすんなりいけるかなと思います。僕の場合は若干一問着がありました。で、無事に決済ができると、今回のキャンペーンページみたいなものが出てきます。100円以上1回の支払い完了ということで、50円プレゼント獲得というのは、このポップアップが出れば、しっかりと条件を満たしているということになりますんで、ちゃんと100円以上のものを購入していただければ、完了ということになります。めっちゃ簡単ですね。 しっかりとファイン目に買いました。人生で2回目ぐらいでですね、購入したのは。 まあそんなこんなで今回は J コインペイの初めて嬉しい使って嬉しい冬の三大感謝祭というキャンペーンについて簡単ではありましたけどもお伝えさせていただきました。まあ J コインペイ自体ねほとんど使う機会っていうのがまあ減りつつあるところではあるんですが、まあ、今回改めて思ったのは本当入金をした時に現金を入れてまたその引き出しがすぐできるっていうのがまあ戻ってくるポイントみたいなものがまあ基本的には現金になるのでそれが一番この J コインペイの魅力的なところなのかなというふうに思っております。以前 以前お伝えした動画の時に J コインペイをすでにインストールされた方多いと思うんですけどももしまだ J コインペイのインストールされてない方いらっしゃいましたら僕の招待コードなんですけども概要欄の方に貼ってますんでこの招待コードを使っていただければもう涙が出るほど嬉しいです あとですね、もし僕の招待コードを使っていただいて、おそらくまあ5名の上限に到達する可能性があるかなというふうに思いましたんで、今回こちら僕の動画のコメント欄にもご自身の招待コードを記載していただいても大丈夫ですので、まあ、その使ってもらえるかどうかというのはわかんないんですが、ぜひともこちらも僕のコメント欄を活用していただければなというふうに思っております。ということで、本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。